こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマ Don't Say No 第2話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。レオとフィアと2人のお話の第2話ですね。前回レオの家のお手伝いさんにうっかりキスをしているところを見られてしまった2人ですが、ね、どうするのかと思ったら今回もう冒頭から秒で引っ越してましたね。もうめっちゃ早いレオの行動力すごいですね。というか行動力だけじゃなくて根回し力というか交渉力というかね、とにかくすごいと思いました。普通だったら大学生なんで結構なーなーにしてしまいそうな親への説明とかをレオはきちっと真正面からやっているんですよね。しかも自分の親だけじゃなくてフィアットのお父さんにまで、もうね、なんという彼氏力なんだろうって思いましたね。すごすぎる。まあフィアットのお父さんにはさすがに2人が付き合っているっていうことは言ってないみたいなんですけど、でもね、なんかフィアット抜きでその一緒に生活しますって言いに行くってすごいですよね。で俺が責任を持って面倒を見ますからみたいなこと言ってて、それただの友達が言うセリフではないのではって思ったんですけど、でも成り立ってるのがすごい。もうね、レオはそんじょそこらのスパダリとはわけが違いますよね。かっこよくて真面目で一途で、こんな人はね多分実在しないと思うんですよね。もちろんフィアットもそんなレオにベタ惚れなわけですけど、まあそんな二人の前にねやっと登場しましたね、レオの弟のリオン君。彼はね、兄に負けず劣らずのイケメンなんですけど、でもこちらはもう男も女も何でもござれの遊び人でした。で、レオはね、弟のことを人見知りだっていう風に思ってるらしいんですけど、いや、どこがっていうね。なんか、早速大学に来てね、遊びまくってるじゃないですか。ちょっと多分お兄ちゃんは認識がずれてる気がしますよね。だけどまあそのリオンくんね、お兄ちゃんであるレオのことが大好き、まあブラコンであることは間違いなさそうです。でかつね、やっぱりそんなブラコンなのでフィアットとは犬猿の仲なわけですよ。二人でレオを取り合っているのがね、すごく可愛いなと微笑ましいなと思います。そして、今回の重要なテーマはレオとフィアットに関する、まあ下世話な噂話ですよね。レオとフィアットはまあ子供の頃からずっと一緒にいたわけですけど、両思いになってからなんともぎこちないわけですよ。お互いにこう今までだったらしなかった遠慮をしまくってるわけですね。でそれによって、フィアットの方はね、別にレオに不満があるわけではないんだけれども、レオとの距離感についてまあもやもやとねずっと悩んでいます。でそのフィアットがこうポロッと言ってしまった言葉によりこうそれにね、おひれやはひれがついて大学中に大変な噂が広まってしまうわけです。最終的にはレオとフィアットはベッドの上で何か問題があるらしいみたいな感じでね、みんなに言われてしまうわけですよ。もうひどいやつなんかはもうレオがね、役立たずだと。いやー、もう本当にね品がないとしか言いようがないんですが、でもこういうしょうもない噂ほど風のように広まってしまうんですよね。そしてこともあろうにその噂が弟のリオン君の耳に入るわけです。そしてそこからね、兄のことを心配してなのか、まあ、ちょっと面白がってなのか、リオン君直接本人に聞いてしまうわけです。レオはリオンからねそういうことを聞かれて、そんな根も葉もない噂なんて最初は一個だにしないんですけれど、でもフィアットがもしかしたら自分に不満を持っているのかもしれないって聞くと顔色が変わりますね。
確かにレオとフィアットでは経験値に歴然とした差がありますからね。フィアットを愛する気持ちはまあ誰にも負けないと思っているだろうけれども、この経験値の差ばっかりはねどうしようもないので、本当に不満に思ってるのかどうか本人に聞いてみるしかないわけです。でもね、絶対聞きたくないですよね。聞きたくないよって思ってたら早速聞くんですよね。マジで素直かよ。まあその前にフィアットがその噂に関してね、レオのために女の子たちにブチ切れていたっていう、そういう現場があって、それを見ていたっていうのもあるんでしょうけど、それにしてもね、あんなこう道の真ん中でレオとフィアット2人ですごい赤裸々な話を始めるからね、結構びっくりしますよね、近くを通った人とか。いや本当ね、すごいんですよね2人は。よくそんなところで話し始めるなと思いますが、でもそのレオもすごいんですけど、フィアットの方もね、それまではあんなにもじもじしてたわけですけど、レオから直接そういうことを聞かれると、ちゃんと向き合って答えるわけですね。こちらもこちらでね、めっちゃ素直。しかもフィアットの答え方が100点満点すぎるんですよ。もうね、なんかレオも傷つかないし、自分の気持ちもちゃんと言うしっていうことで、すごくないですか、あの答え。もうフィアット先輩って呼ぶしかないなと思いましたね。さすが経験値。なんかもういろいろ勉強になるなと思いました。フィアット先輩ね、彼はね、経験豊富なわけですよ。経験豊富なのに、でもレオに対してはこうめちゃくちゃピュアだし、可愛いし、そして素直ね。またレオに惚れられてしまいますよね。ということでね、今回もまあなんかね、いろいろありましたけど、ガイアが何を言おうとレオとフィアットの2人はもうお互いにね、めちゃくちゃ信頼し合っているし、愛し合っているのでね、すごい順調ですよね、という話なんですけど、しかもその最後ちゃんと友達からね、大人のおもちゃをプレゼントされるというお決まりの面白い下ネタも忘れないんですよ。もうね、今回は至れり尽くせりの回だったなと思います。しかしまだこのドラマ全体の本題には入っていないですよね、そんな感じがします。だけどもう1話2話でね、着々と下ごしらえをされているって感じですね。いやー、そんな感じでまた今回もね、見せつけられてしまった第2話でした。また第3話どうなるのか、いよいよね、展開が変わってくるのかなって期待しています。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。